交流戦が終わって同一リーグとの対戦が再開されました。東京ドームのベイスターズのホームゲーム、カープとの対戦。1回の裏、カープ先発の玉村から宮崎がタイムリーヒットを放って、まずベイスターズが1点を先制します。1回の表のマウンド、好スタートを切ったベイスターズ浜口投手でしたが、2回フォアボールからピンチを招いてバッターピッチャーの玉村、これが同点のタイムリー、1対1となります。さらに3回の表はランナー1人置いて小園、ライト前へのヒットでチャンスを広げます。その後カープは満塁としてバッターは松山、浜口なかなかストライクが入りません。押し出しのフォアボールでカープ勝ち越し2対1。さらにノーアウト満塁で坂倉、これも押し出しのフォアボール、3対1となります。そして林、左中間を破る走者一掃のタイムリーツーベース、これでピッチャーの浜口がマウンドを降ります。2番手は櫻井、ワンアウト三塁一塁となってバッターは菊池、これがピッチャー返しのゴロ、櫻井取れずアウトが取れません。タイムリーとなって7対1。カープこの回一挙に6点を挙げました。3回の裏、桑原がセンターバックスリーン左へ、第5号のソロホームランで反撃、7対2。7回まで来ました。大和がセカンドゴロ、これでワンアウト。その後ツーアウト一塁で伊藤、セカンドに打ち上げます。ピッチャーの玉村は7回を投げ切りました。7対2のままゲームは8回の裏、2番手森浦を攻めてベイスターズはワンアウトサードで宮崎、この日2本目のタイムリーヒット、ツーベースになって7対3。その後ピッチャー堀江に代わってツーアウト三塁一塁、大和体を少し開いて持っていったレフト前タイムリーで7対4とします。さらに満塁まで持っていってバッターはホームランを打っている桑原でしたが、ここは三振。カープは最後9回、栗林ピンチを招きますが、最後のバッターをダブルプレーで打ち取りました。ゲームセット、カープがこの試合をものにしました。7対4ベイスターズ、交流戦の勢いをここに持ってくることはできませんでした。玉村プロ初勝利です。